さあ、やってきました。サンボマスター。まあ、ね、そういうのいらないんだけど、髪の毛大丈夫？髪の毛ね、ちょっと本当にね、ちょっと最近髪質が、まだ名前言って、ちょっと本当にやめて、髪質がね、本当にチンコみたいな髪型そう、だから、今言おうとしたんだよ、チンゲみたいになんだよね、本当にそうだよまあでもね、そんなことはどうだっていいんだよそんなことどうだっていいんだよ、俺はね、モテるためにロックやってんじゃないんだよそれモテたら私は嬉しいですけどねね、そんなことのためにもうロックやってるんじゃないんだよだからね、まあ俺は高校の時やっぱもっと青春したかったなと思ったんだけどだからまあ青春してないあんた方のためにそして青春を忘れたあんた方のためにそして青春をしたかった自分のために青春競争曲を歌いたい MC まだいけるでしょまだまだでしょあんた方さあいきますよあんた方
あるよ。え、まさか、まさかの、本当にね、なんでこのクソみたいな漫画こんな後ろにしたのか本当によくわかんないけどね、ボーカルも下手くそだし演奏もね、え、いやもう、あそうなんだけど、ね、まあね、今日もね、なんとかに花束をとか大塚なんとかとかなんか歌ってたね、わかんないけど、あのワードのやつ歌ってたね、みんなわかるか、あのワード、あれわかる、なんだそのまあな、こんなボーカルのね、いやうるせえよ、下手くそなバンドをね聴いてくれて本当にね、ありがとうございます。いやだから本当に NFC のこの空間をね、世界はなんて言うと思う？なんだろう、マリオ！いやいや、まだ言うなよ、それは言うなよ、まだだろう、頼むよ。だからこのさ、この暖かい空間、世界はそれを、いや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 、言わせねえよ、言わせねえよ。ね、いや、まだ着ないで、お願い、いや、家帰ったらお前オナニーになるわ、それはそれは、ほんとこれはこれで、なんかすげえ、すいません、だからお前ら本当に言うなよ、本当に絶対言っちゃダメだろ、これだけに言わせてくれ、絶対言うなよ、それも言うなよ、その絶対に言うなよ、このね、俺のしょうもないね、オナニーに付き合ってくれたヤマトと野田とね、岩井と、この空間、なんていうかわかりますか、なんていうかわかりますか、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。
の MFC で本当に優しい先輩ばっかで、本当に嬉しいです。そしてあの本当にボーカルこんなひどいのにねやってくれたこの3人本当にありがとうございます。高校生バンドわかるもうね、それ高校生バンドより本当にクオリティ低いぐらいだから何とも言えないんだけど、あのもうねこの空間をなんていうか知ってるかお前らこいつすごいやばいな、なんていうか知ってるか、あのトール君がな優しいんだよな、俺にな本当にちょっと本当にね泣けてくるぐらいの勢いでます。ごめんごめん、分かった分かった分かったよお前らこの空間なんていうか知ってるか、世界はそれを